Thank you.
広がった色の炎を元に、光よね手を出して。
富山アイドルフェスティバルは終了です。長い一日もね、あっという間ね、なんとこの後は富山のなんとね、素晴らしいアーティストの皆様が、はい、あのライブに、地元の皆様、そうそう、地元のアーティストさんがね、アーティスト様のライブをやります。はい、なので皆さん、まだ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 ライブはありますので、このままよろしくお願いします。盛り上がっていきましょう。皆さん寒くないですか？寒い、寒いですよね。あの後ろにおで温かいおでんも牛すじ煮込みもお好み焼きも売ってるので、ぜひぜひライブもね楽しんでいただきたいんですけど、物販、食品、はい、物販、そう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 ですね。もう私たちも食べ、さっきおでん食べたんですけど、とっても美味しかったので、すごい暑かったので、ぜひぜひ今ねもう暗くて寒くて、あの風邪ひいちゃったらダメなので、ダメって言わないけど風邪ひいちゃうとねあれなので、ぜひぜひ皆さん食品の方も買って食べていただけたらなと思います。はい、ぜひたくさんね、あのこれからもまだまだ楽しんでいきましょう。はい、そして最後に告知がありますね。告知させてください。させていただきます。今平野瑠衣はミス秋間というオーディションにエントリー中です。なんと第1回戦で1位を獲得して、あの決勝戦進出確定いたしました。ありがとうございます。そこであの今はあの今月の24日まで秋葉原の実店舗投票という、あの第2回戦が開催中です。皆さんよかったら秋葉原にお越しのある機会があれば、あの投票してくださると嬉しいです。決勝戦は11月14日に秋葉原の神田明神ホールでありますので、よかったらね、あの会いに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではこの後はね、富山の地元の皆様のアーティストのステージになります。それでは以上、私たち悪夢栄翔新居ミヤナイトメアでした。ありがとうございました。ありがとうございます。この後も楽しんでいてください。